はい、どうも、こんにちは。待ち待ってて、ね、今緊急で動画を回してまして。犬を飼うなら、名前はイカ。パンチパンダです。よろしくお願いします。ということでね。はい、皆さん、最近ちょっとやりたいことはあります？やりたいこと？俺は、ちょっとしたことがあるんですよ。ちょっとやりたいこと。それがですね、まあもう皆さんわかってると思います。タイトルで。そう。泡風呂に入りたい。泡風呂に入りたい。いやーなんかさ、その、大の大人がさ、言うことじゃないと思うよ。多分みんなと比較したら、ちょっとずれてる。やりたいことなのかもしれない。けれども、俺はお風呂に入っていて、あ、泡風呂に入ってちょっと遊びたいなっていう気持ちは、あるんですよ。ここに。そう、僕はね、物事を考えるとき、頭で考えないから。もう、乳首で考えるんですよ。乳首が足し算されたら8。ということでね、今回は泡風呂に入ろうかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。でですね、泡風呂なんですけれども、先ほどですね、こちらに行きまして、まさにここに行きまして、で、買ってきました。こちら。泡ランド。親子で泡風呂一緒に遊ぼう。まあ、一人なんですけどね。泡ランド。泡入浴液。ふわふわ泡で楽しいお風呂。泡ランド、リンゴの香り。ふわふわ油で、ふわふわ泡で楽しいお風呂。ま、なので、今からね、泡風呂を作っていこうかなと。はい。お風呂場へゲー。まあ、お風呂入る前に、ちょっとお風呂掃除ちょっとしないとね。ゴシゴシ磨いて泡お風呂、お風呂が1匹、お風呂が2匹、食べれる泡。なんだかんだね、お風呂掃除久々ですね。なんだかんだねテンション上がるわ。よし、やったぞ。ここからがね、朝青牛マザー牧場に行った時のタオルですね。かわいい。ちょっとそうでね、まあ、ここからが、まあ、ちょっと一個大きな問題なわけですよ。で、何が問題なのかと言いますと、これ昔泡風呂やったことあるんですけど、全然泡立たなくて、なぜかというと、あのさ、お風呂、水の分量と、なんか泡風呂の粉みたいな、それのなんか比率みたいなのが全然合ってなくて、泡立たなかった。なので、まあちょっとね、そこら辺もね、調べていこうかなと思います。蓋を開け、ボトルをゆっくり押して、計量の線まで液を出します。家庭用浴槽のお湯約200リットルに対し、本瓶20ミリリットル、計量キャップの一番下の目盛りに入れてください。わからん。何を言ってるんだい？こいつは誰だ？化け物か何かかな？子供を襲う裸のおじさんかな？よくよく見たらこれ怖いの？化け物は僕でした。まあ、ただ、まあ、ここに記載されている通り、本当に果たして、これ一般じゃないですか。一般の家庭用浴槽のお湯、約200リットルに対し、って書いてあるので、果たしてあの浴室が果たして200リットルなのか、ちょっとね、調べていこうかなと思います。これね、マジで大切な作業。そう、俺のやってることは大切。大切だから、本当に。やめて。ですね、まあ、横が54センチ。縦が、大体なんですけど、98。54センチと98。54センチ、98センチ。55と100が良かったな。計算しづれえな。54センチ、98センチ。で、なんだ？54×98 は、これ下の相性なんか面積でしょ、まず面積。5290センチです。面積。5292M2 みたいな。M2。あ、なんか質問してる人いるわ。お風呂のお湯200リットルって、家のお風呂で言うとどれくらいですか？浴槽の大きさによって違いますよ。200リットルイコール 0.2。M2 なので浴槽の容量、長さという幅かける高さの 0.2、 長さ 0.8、 0.6、 高さ、ほう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 。となると、俺のは54とか98センチじゃなく 0.54×0.98
は 0.5292 0.5292 0.37、まあ、とりあえずこんな感じっすよね。ってことは37センチ、まあ、38センチぐらいにすればいいと。まあ、ここにも書いてあるんですけど、まあ楕円とか段差がついてるなら、まあ、まあ目安ということで、ね、まあ、直角じゃないので、まあ、ある程度の 0.37 37。ああまあまあまあ、へめへめへめ、まあ、白に白のマステってすげえ見づらいんですけど、まあまあまあ、でここまで入れるとこの下のラインかな。まずこれを入れてからなんか蛇口でブクブク泡立てるみたいなのが書いてあるのでやってみようと思います。でこれのねやり方がよく分かんなくて、蓋を開けボトルをゆっくり押して計量の線まで液を出します。蓋を開けボトルをゆっくり押し計量の線まで、え、なんか出てる、うわなんか出た。まあ大体20リットルだから、まずここを閉めます。これはお風呂のやつですね。でね、この蛇口でお湯を入れよう。これで、でここにやればいいんでしょ、はい、でお湯を入れます。オッケー、これでマスク、ちょっと泡立ってる、大気、あすごい泡立ってきてる、すっげーなー。なんだあれは、んー山やん、山だやこれ、もういいんじゃないかな、お湯。はい、ということで皆さん、いく、あ、乳首大丈夫かこれ、ちょっともうちょっと難しいなということでね、泡風呂なんですけどこちらです。ということで早速入っていこうかなと。パンツ脱いちゃっていい、もういいよね、モザイク頑張れ、モザイクを頑張れば大丈夫。じゃあちょっと失礼します。おー、これを踏みたいよね。あおー、なんだこれ、わあ、これ溢れるぞ、すごい、あ、これでモザイクできる、背中がすごい、なんだこれ、うわあ、すごい、これはいい、これこれこれやよ、いいね、つけちゃったりとかしてね、あんまつかないっていうね、いいじゃん、最高だよ、おお、頭に乗っけます、おほほほほほ、ウケピーナッツ、しかもこのなんか耳に泡があって、パチ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 って泡が死んでる音が気持ちいい。これさ、多分泡でモザイクでいけると思うの、俺映れるかな、泡でモザイクをね、ちょっとね、いきますね、うん、これは今ねモザイクつけてるんですけど、こうね、まずここは充電できましょう、一応ね男の子なので、でこの乳首もね、重点的にやれば映るんじゃないかなと。おお、よし、ということでモザイクを撮りたいと思います。3、2、1、ドドーン、ちょっとモザイクあるのかな、やっぱね、泡と言ったらこの泡も忘れてはならんと。うわっ、うわっ、ぷわ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 、ちょっと見ての通り泡がちょっとなくなってきたので泡立てようかなと思います。おい、泡泡ランドで泡立つんじゃないかな、あ、やっぱさっきと全然違う、見えちゃう、よし、おい、泡泡ランド、いけ、泡は染みました。